はい、どうも柏店です。いや、今ちょっと寿村の方戻ってきたんですけど、ちょっと今回最初まあ準備会ということで、進化の方ちょっとねやっていきたいと思うんですけど、まずはそうね、これ今進化できんのかな。今はできひんか、この状態、この預け屋の状態で進化できるんかな。そうちょっと今びっくりしたか、みんな。まあ、リーシャンは捕まえてんけど、あの動画外で。で、ムーマもなんか大量発生みたいなのがさ、レベル上げの途中出てきて、なんか、まあなんとなくやけど、こんだけ捕まえてんけど、これさ、まとめて逃がすとかできんねんな。ちょっとまとめて逃がしてみる？まとめて逃がしてどうなんのって話やねんけど、まあ、一体でええしな。逃がす？はい。特になんもないんかい。なんか寂しいな、それはそれで。動画しょっぱなにポケモン逃がすという。まあでも、折ったところでどうしようもないからな。まあまあまあ。で、まあまあ、ブラッキーも捕まえた。これは時空の歪みでですね、ブラッキーやったり、レベル47の EV やったりは捕まえたんですけど、これどうしたもんかね。まあ、ブラッキーはちょ、できるだけ動画内で捕まえたポケモン使いたいところであんねんけどね。もう、ゴーギャンって画家の名前つけてもうてんけど、これは俺がゴーギャンを知ってるんじゃなくて、僕はガリレオって昔コロコロコミックでやってた、漫画にゴーギャンっていたんですよ。その光の能力者的なのね、いたんで、まあまあそっから撮った、ちょっとぽいなと思って。まあ光でこいつ悪タイプやから真逆ではあんねんけど、まあそこの何ちゃんとしてないよっていう感じはあんねんけど、あとは太郎が49レベルになって進化できるんですよね。これどうしよう、できんのかな、今進化。今できへんのか、じゃあ移動させとこうか。とりあえず今進化できる、太郎と、デンスオーも、レベル上げに使ってて、ちょっと、なんか、俺の、そのポケモンの今までのやり方的にさ、ピカチュウを進化させたことなかったよね、ちっちゃい時から。なんか、これはもう完全サトシ病やねんけど。サトシが進化させてないから俺も、みたいな、子供みたいな考え方で進化、させてなかったんけど、今回ちょっと、まあ、たまにはというか、このポケモン、アルセウスでは進化させてみようかなと思って。はい。じゃあ、てなわけで、まあ、手持ちはこれ、あ？いやあ、柏店、逃がしてあげたポケモンが、置いていったものがあるんだよ。ぜひ柏店に受け取ってほしい。あ、そんなんあんねや。なんか泣けるな。頑張りの石。泣いちゃう泣いちゃう。何これ。頑張りの岩を2個手に入れた。何これ。何この気持ち。ありがとう。ありがとう、ムーマたち。持ちきれない、頑張りの石は、はい。はい、持ちきれない。はいはいはい。てなわけで、じゃあ、進化させていこっかな。まあ、ここでいいや。なんとなくこっちに移動したけど。はい、まあ、じゃあ、太郎から進化させようか。はい、進化。はい。49レベルなんてのは、まあ、使うこともないか、戦闘で。どうやろう。60ぐらいいんのかな、でも。まあ、これはもう、ダイパやってた頃からの憧れの。ガブリアス。はい。ガブリアス進化させたよ。やっとやね。じゃあ、伝送も。これは、まず、それセロやな。セロから行こう。ちょっとセロ進化させようと思って、ちょっと忘れてた。これ言うの。セロか、進化、今、俺が持ってる、でも、今、まあ、通信交換やん。知っての通り、フーディンになるには、セロが。で、あとは、まあまあ、マリアやったりとか、あ、マリアのこと言うの忘れてたわ。なんかいろいろ言う、忘れ、まあマリアのこと後で言うわ。とりあえず、通信進化ポケモン、まあゴーリキやったりいろいろおるけど、今回ちょっとセロをフーディンにしようと思ってて、で、通信交換が、まあ俺、まあ友達がいないので、できないんで、ちょっとね、ある道具を使うと、これね、つながりの紐、これを使えば、ちょっと通信進化ができるみたいなんで、ちょっとセロに、はい、じゃあ使ってみよう。かっこいいな、やっぱり。でもフーディンいいよな、なんか
雰囲気というか、スプーン2個持ってる感じとか、なんか、アホみたいなこと言うけど、フーディン結構ね、まあまあ、結構初代では最強ぐらいの感じやったよな、確か。初代やってないから、あんまりわからんけど、どうなんやろこれ。まあ今、エナジーボール、チャージミル、自己再生、最近ねって結構、技のバランス的にも、でもな、これね、まあ、アルノとかデンゾーとか、おったらあんまり意味はなさない気もすんねんけど、うん。まあ、ちょっとじゃあ、デンゾー行ってみようか。デンゾーは雷の石やね。うん、最後。まあ、このパートは最後の、はい、進化になりますが、はい、デンゾー。なんかでもな、ポケモンに関してはなんか時空の歪みで結構出てくる気にするからね。まあ、とりあえず、デンゾー、進化。わ、ライチュウも可愛いな、こう見ると。でもおめでとう、伝説はライチュウに進化した。うん、ライチュウもこう見ると可愛いな。ライチュウはどんな感じ強さ、ちょっとステータス上がったんかな、これで。あ、160、170上がってるんか分からへん見比べればよかった、さっきと。まあ進化やから上がってること下がってるってことはないやろうけど。技もね、結構雷はちょっとでも当てるのがね、一か八か変わるから、まあ、スパークと変えてもいいところやねんけど、スパークと変えとこか。あ、でもちょっと待って、でも行きたいとこあんねん、後で。はい。はい、雷、覚えて、まあまあまあ、ガブリアス、フーディン、うん。で、はい、ライチュウ。まあ、この3匹をちょっと手に入れたのは、この回で、まあ、次は多分、主ポケモンは最後やからな。うん、それに向けて整えたいというの。俺整えるってよう言うな、そういえば、うん、ポケモンの時だけ言うやつな、うん、はい。でこれでね、技の伝授ちょっと見たいねんな、うん。まず太郎から。太郎なんかあんのかね。お金もまあまああるからね、1万3000円って。あ、でもそんなないか。アイアンヘッド、アイアンテール、アイアンヘッド。アイアンヘッドの方が威力は低いんか。アイアンテールとかでも伝授とか覚えてるからな、別にいいか。あ、あんまり炎の牙、あ、でも威力が低いな。じゃあ伝蔵は、伝蔵なんか覚えたりすんの。あ、チャージビーム、雷のパンチ、雷パンチ伝蔵がやってんの見んのちょっと可愛いかもな。49、49。うん、でエンジェルちゃんは、エンジェルちゃんシャドーボール、あ、前なんかちょっと動画界で見たっけ、マジカルフレーム。まあこの辺もまあ別に今のあれでええかな。でもちょっとフェアリーエスパーってちょっと偏ってる気もしんねんけど、でもドレインキッスはもう覚えときたいし、マジカルシャインもね、フェアリーで、まあ決して威力は、うん、ちょっと待って、決して威力は、そうね、高くないねんけど、75で、でもまあまあまあ、ドレインキッスよりダメージ与えたいときとか、結構便利やったし、で、催眠術、最近ね、まあでも、そうやな、エスパーの、エスパーよりなんはエンジェルちゃんでええかな。で、まあ、セロね、セロもね、待って、セロ、セロどこ、セロ、おった。セロもね、特攻233って高いな、おい。うん、セロもまあまあ、これでええから、ちょっと技の改善はしてないけどさ、まあ、そのうちするやろ。で、うん。ちょっとセロのあれ見てみようか。はい、セロ選ぶ。なんか増えてんのかな。あ、マジカルシェ、まあ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 、シャドーボール、まあでも覚えんでいいのばっかかな。まあいっか、これで。ほんな、ちょっとイベント消費というか、一個またイベントをね消費できるのがあって、まずはここ床屋の子、この子、ひなちゃんね、ひなちゃんの依頼の基礎、キルリア、ちょっと、神殿みたいなところで、ラルトスもう一回捕まえて、キルリアにしてきたんで、ちょっとこれ見せて、うん。エンジェルちゃんは早々にしちゃったからね、サーナイトに。キルリアは楽しいと踊ると言われている。私も俺、踊ると、髪が気持ちよく揺れる、そんな髪型にしてみたい。どうやって髪をまとめたり流そうかな。ひらめいたよ。ん？さらなる最高の髪型、さらなる至高の髪色。キルリアとあなたのおかげで開発できたよね。何？よかったら早速試しなよ。
試す、うん、これでもあんまり手間考えたらあんまりね美味しいイベントではないねんけど、まあバリエーション考えたらちょうどいいかぐらいの感じ。ああでもこの髪型気に入ってるしな、割となんか増えてるんやったらええけど。何が増えた？ハイカラザンバラ。何どんなん選ぶ？ゾウ。パッツンか。歌舞伎ものは前やったね。これは巻き髪。片輪な、ハイカラ短髪。ハイカラが増えたってことか。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。なるほど、戻そう。別にええわ。別にええや。目隠れでいいです。はい。変えへんのかいという。ちょっと髪色見てみようぜ。あ、髪色もこんだけ増えたやん。朝。これは？あー、いいな。なんか宇宙人っぽくて。青、あー、いいね。あー、赤色もいいね。あ、こう見るといいな。あ、桃色もなんか雰囲気あっていいね。うわ。なんか、あれ。なんか、いそう。少女漫画に。メインではないやつ。黒、あー、ちゃんとした黒もいいな。で、三つ。あー、紫はないかな。なんか、あー、プリンしそう。紫は。そうでもないか。甘色の、長い髪の、ってやつ。まあ、黒色にしようか。出たやけど。あったよな、暗い色でも。冒険しないとか。あー、でもせっかくやし。わあ、なんかあんまり俺やるの好きじゃないけど、こういうの。まあ、ちょっと、この色綺麗やったから、この色にしてみようか。なんか宇宙人っぽいし。はい。はい、じゃあ。まあ、もう、出来上がりって感じもないけど。あんまり、これアイコンにしてるやつ、こんな感じの顔をツイッターのアイコンにしてるやつ、あんまり好きじゃないかも。ありがとう。はい。お、またおいで。私も腕を磨いておくから。うん、だけが、あー、だけなんや。珍しい。もっとなんか次のイベント起こるせえけど。で、もう一個これなんなんやろうな。写真館のとこやけど。うん、おじいちゃん。君も会っていたよ。連れて来てほしいポケモンがいるんだ。何？うちはポケモンと撮影する画期的な試みを売りにしているが、ポケモンが怖いのが一緒に撮影する魅力がみんなに伝わっていなくてね。うん。でも写真に偶然映り込んだポケモンを見てピンときたんだ。何？どいつ？あ？あ！あ！まさにモコモコ、すごくモコモコ、モコモコ、モコモコと愛くるしいだろ。おばあちゃんかこれ。現在でもおじいちゃんよな。ぱっと見おばあちゃんけど、うわ、じいちゃんかばあちゃんかわからん年寄りたまにおるけどさ。このポケモンの写真を見たらみんな一緒に、撮りたくなるはずだよ。うん、なるほどね。写真のポケモンをきちんと撮影したい。もし連れてきたら見せてほしい。これはもうどう考えても。てか、もっと早く起こすイベントやったんやろな。あ、待って、入ろう。まあ、これ、あれはもうあのポケモンでしょう。確実に。あ、もう濁す意味もあんまないけど。ゲンちゃん。はい。依頼。依頼の写真、ポケモンの写真のポケモン。わ、これはどう考えてももう、ねえ。皆さん同じ見てるか。俺も捕ま、だいぶ最初の方に捕まえたよな、このポケモン。あれ？いねえ。いねえ。こいつの話について後でします。はい、あれ？いねえ。いねえな。あれ？俺捕まえてなかったっけ？捕まえたと思うねんけどな。え？俺捕まえ、ちょっと待って。ちょっと待って。おらん。あれ？あれ、俺捕まえてなかった、マジで。マジで？マジで言っとる？マジで言っとる？え、忘れてるだけ？ちゃうよな。え、おらんよな。あれ、俺捕まえてなかったっけ？え？あで。あれ？あれ？え、待って、見失ってないだけじゃないよな。おらんよな。どう考えてもおらんよな。待って、尺派稼ぎじゃねえよ。さっき言っとくけど。おらんな。捕まえてきます、ちょっと。
あそこおるな。逃げへんよな。どうやろミミロル。一応なんかナーナのミラ辺投げとくか。この辺どうする。この辺投げとくで、モンスターボールでいけるやろ。ここオッケー、いいよ。あかんかったく、あかちゃちゃちゃ、あかんかった時用に、あーよし、捕まえた捕まえた。あれ捕まえてたよな俺やっぱり。47で、ほんで、へえ、じゃあ戻ろ、うん、ちょっと戻ろ戻ろ。あれ俺捕まえてたよねやっぱり、うん。あれどこ行ったよ俺。撃った、撃って売り飛ばしたミミロル。どっかにあれあげたんか、なんかで、ね、イベントで。もう全然覚えてへんわ。動画界か動画内やったかさえ覚えてへんわ。うん、まあとりあえずこれで、うん、はい、ごめん、村に戻る。エレブーとミ、エレブーもおったねさっき、うん、道中いたよ。村に戻る。よし、うん、まあねミミロルやんなあれ。もうミミロルつった、ちょっと、まあ別に引っ張ることでもないけどさ。ほんではこれで、あの玄蔵くんに見せたらいけるってことか。あー、まあ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 ね、捕まえてきたよ。はい、依頼。ポケモンミミロル、やっぱおらんかったよな。なんなんやろ。実物は写真で見る以上にモテモコモコと愛らしい。47レベルやけどまさにこのポケモンだ。うん、早速撮影するよ。いいよ。し、君とポケモンのおかげでいい写真が撮れたよ。これならみんなもポケモンを恐れず、写真に興味を示してくれるよ。おお、やった、ありがとう。うん、じゃあせっかくやから撮影して帰ろうかこれレンズの変換ってなんなんやろ。思い出レンズ、思い出レンズにしてみようか。うん、はい、ポケモンの準備。ちょっと待って、じゃあせっかくやし太郎と撮ろう。はい、要望、スクリーンの変換、スクリーンの変換なんかあるかな。あ、灰色いいんじゃない。うん、あ、いいや、なんか、あ、が、太郎っぽい、太郎っぽい、なんか、太郎っぽいって。撮影しようか、じゃあ。あ、思い出。歴史ですか歴史、あ、俺、後ろの、後ろく見て。いいな、この、この、うん、その顔でいいや、その顔でいいわ。このバックで、この色で、うん、勇ましくいこう。いや違うな、お前そんなあれやわ。楽しくは、楽しくはお前伝わらへんな。寝たふり、ね、うん、あ、寝たほんまに寝た、混乱したふり。あー、くたびれたふりは、あー、そういうことな。じゃあもう楽しくおろうぜお前。楽しくは、あー、それが楽しくな、お前。でもここは勇ましくかな。前も勇ましくやったけど、でもこれでええな。よう行こう。待て、まだや。家、撮影始める。ここ、うん、ちょっとじゃあ見てみる。あ、次回作ですどう、お楽しみに。もう、これ、投稿してる頃にはやってるかもしれんけど、次回俺、次回作これやります。うん、宣伝もできたところで。はい。おー、おー、おー。面白くはないかな。はい、終了。そうそう、ここにはこの人おんねんな、のぼりさん。さあ、そう、この人なんか喋りかけるとね、なんか勝負できんのよ。ちょっと誰か勝負してみようか。ほのさん、ベリーラさん、このあれやな。ちょっとベリーズラさんやってみる、今。でかっ。おう、ベリーラだ。挨拶はなしでいいよな。男前やな、この人。強そう。警備隊のベリーラが勝負仕掛けてきた。この人何レベなんやろ。4。あー、
エテボースのエンジェル、こっちはエンジェル、レベル合わせてくれたりすんのかね。ちょっと待って、57、あかんやん。おお、やられた秒でやられた。ちょい57、まあ一緒ぐらいか。でも大体、あーでも効果抜群がないな。セロでいくじゃん。あーまあ、あ、打ちやめでいこうか。ちょっとここは小手調べで打ちやめでいこう。うん、戦う。アクアブレイク、吹雪ってあんま使わんねんな俺。おい、結構効くな。あー雷パンチ耐えて。いやー体力多いからね内山は。オッケーオッケーオッケー、倒した、いいね。さあまず1体、ちょっとエンジェルちゃんが返せやったけど。うん、レントラー厳しい。これはうわワイルドボルト、これはやられてたね。わー、じゃあこっちも、お、反撃、あ、反動であんだけ食らうんや。あ、じゃあもう太郎で行こうぜ。太郎で削り切れるやろ。太郎第一、あ、もう力技使わんでええわ、なんなら。オッケー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 、倒した。おー、に残り2か。もう結構あた、お、あー、どうしよう、凍える風け、的確についてくるな。でもちょっと待って、これポケモン変えよう。伝蔵、いけ。うん、伝蔵のこれは、うん、力技10万ボルトでなんとか抜群やろ。オーケー、抜群取れたらまあまあまあ枯れるね。うん、ラストはゾロアーク。あ、あんなんなんねや、うちのゾロは。名前何にしたっけ。おお、駆け打ち、悪のハード、うわ3回連続行動ずるくね、ちょっと。まあまあまあ、わかるけど、力技使った後やからわかるけど、ずるくね。セロでいこう、じゃあ。セロの、最高キネシス。どんぐらい使う？あ、結構いくね。セロ強っ。あー、でも抜群でも耐える。あー、セロ強っ。待って、じゃあ最後力技、確実に落とそう。え、強せろ、攻撃力。あんなにいくんや。マジか。うん、勝った勝った勝った。あ、ちょっと負けるかと思ったけどね。うん、なんたら衝撃。乙女。反応乙女で可愛い。何そのギャップ。すげえ。こんな感じであれなんや。うん、レベルも上がったね。うん。早技力強を教えた新人が今では翡翠の英雄か。うん、はい、まあちょっとね、はい、こんな感じ。ベリーラさん勝てるもんやねんな今で。体力も回復してくれてありがとう。はい、じゃあちょっと、うん、あれの説明します。ちょっとマリアの、はい、てなわけでちょっとまあ喋っとこうかなと思ってることがあって、まあさっきの、この動画でも出てきたマリアについてね、なんですけど、まあこのゴーストのね、これはまあ違うゴーストなんですけど、ちょっとね、まあまあ、冒頭に言った通信進化あるじゃないですか、友達いないんでなんやらかんやらとか言ってて、でもまあまあ言ったら、ちょっとサモンさん、このサモンさんに話しかけるとポケモン交換で言って、まあ遠くの人にと、まあ近くの人は、まあ近くの人やね、遠くの人、まあこれは世界中の誰かとつながって、まあ、ポケモン交換ができるみたいな、のがあって、まあそれでまあワンチャンと思って試しにマリアを通信交換させてみようと思って、ギャンブルですよ、成功するとは思ってなかったですけど、ちょっと出してみたんですよ、通信交換に。で、出して戻ってきたら、ゲンガーになって戻ってくるかなと思って、出したんですけども、結果、この、まあ外国人だったんでしょうな、相手が。交換して当たった相手が外国人の方やったんでしょうな。このね、何のポケモンや、お前。初めてヌメラになってきました。はい。
ヌメラになって帰ってきたんで、まあちょっと図鑑更新されたんで、損したとは思ってないんですけども、ちょっとまあね、前作から引き続きゴーストにマリアとつけて、はい、やってたんで、ちょっとそのマリアが、はい、世界のどこかに放たれてしまったことをここに報告しておきます。はい、でもこのヌメラも育てたら強かったりするんかね。ちょっと育ててみようか。ゾロは育てたいからさ、ゾロアを育てるついでに、ちょっと、このグーミーも、なんて読むかもわからんわ。このグーミーも、ちょっと育ててみようかなと思います。ちょっと毒とドラゴンっぽいんで強そうやない。なんか技は毒が多かったよね、今見たら。うん、ちょっとちゃんと見てなかったけど、もう一回見ようか。うん、アシッドボクル、溶ける、水の葉の竜の後。まあ、技的に、タイプ的にはドラゴンなんかでも、まあ、進化したら、もしかしたら強いんじゃないかという、はい。一部の期待を、一粒の期待を込めて、ちょっと、はい。ちょっと、まあ、育てて、また、まあ、次回に使うかどうかはわかりませんが、まあ、ちょっとレベル上げして、まあ、次回はちょっとね、最後の主ポケモン挑みたいと思います。てなわけで、ありがとうございました。カシアテンでした。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。